最初に寿司屋のくせに寿司屋のくせにピザを焼く男。あ、ピザじゃないの、ハモン、ハモンなの、ハモンなの、かわいそう、かわいそう、何やってんだ、給料いらないんだ、いらないですって本店に言っとく、言わない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 、全部食堂部に回されちゃう。ああ、伊勢部食堂部か、あの上野歯科医院、あのレストラン部、上野のシェフのログハウスで働かせます、ね、そっちの方がさ、あのでもあの、ね、ちょっと想像すると、あの金太郎や伊勢部より厳しいような気がするんだけど厳しいような気がするんだけど、間違いの起床は2時だよね。起床2時。起床2時。起床2時。釣りに行かせてくれればいいんですよ。起床2時で、あの師匠の釣りの準備から始めるっていう。寝る暇なくなっちゃうよ。ベタッとしてる。最初はね、芸歴切っちゃったっていうんだよな、あれっつってでもね、ちゃんとあのなんとかした長期に合わせた、そこが偉いと思う。みんなそこら辺のリカバーが上手い人ばっかり、そうそうそう、そう、うん、あの人生ってそういうもんなんだよね、リカバー上手いやつが最後大切するんだ、いいね、でそれを丸くしながら、丸くしていくの、本当はね、あ、そうなの、仮面なく丸くしていくの、リカバーが下手だから、素人だったらダメじゃないですよ、あれだけ鮎が並んでればリカバーしてますって、そう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 、だって来年からだって釣れる鮎が釣れる時に針選ぶっていう話ですから、伊藤先生の針にくっついてくるって話ですから、もう釣れた後に袋にまとめて放り込まれてる釣り師のところには行かないっていう話です、ロピンの丸にするような形で引数がないから、あれだけの数、何やってんの、取られてる、これ YouTube、 逃げないんだ、他のメンバーさ、50とかいったらさ、こっちさ、20とか20歳だからね、倍違うの、いや違いますよ、伊藤先生、伊藤先生100、例えば200つってもああやってるような気がしますよ、あれはできないね、いやー、もうだってみんなびっくりしました、びっくりしました、だってああいう風に並んでる鮎を見たのがみんな初めてです並んでる鮎を見たのは初めてです、もうみんなさっき言ってたんですよ、あの開けた瞬間にあの桜クレパスが並んでるようだったっていう、もうクレヨンが、幼稚園児が開けたクレヨンが並んでるようだったっていう、もうだからね、指数が少ないとそういう風に並んじゃう、大きいとこう袋になってしまうというかね、塊になるから、そう言ってもらわないと、矢上さんあれですよね、多すぎるとって言ってもらわないと我々あの落としどころがないですよね、感激で涙出ましたよね、もうだから来年アユが釣れるときにあの針を選ぶだろうって俺たちの針と伊藤先生の針と、あ、この針に釣られれば最後の死に姿がいいみたいな死に姿大丈夫、そう、アユを粗末に扱ってたかどうか、アユもうできてるの、アユはほとんどできてんじゃないですか、おー、いい感じ、師匠が2人いると違います師匠、師匠、師匠、あ、もう一人師匠、あ、師匠、師匠、こっちで、こっちで洗い物してます、師匠で、師匠の弟子、弟子、弟子、弟子の弟子、弟子の弟子、もう重圧が背中にかかってるのが分かるよね、そこ開けて YouTube 撮っとこうか、この辺りに重圧がかかってる、石ここくらいそこ火起こしてってね、火起こすの、はい、